移転か現在地再整備かをめぐり都議会で連日議論が繰り広げられている築地市場問題で、移転賛成派が今日、築地で働く業者を集めたパネルディスカッションを開きました。集会を開いたのは多くの業界団体による新市場建設推進協議会です。300人を超える業者が詰めかけました。パネリストは水産・青果業界団体の代表者らが務め、現在地再整備が頓挫し移転することになった経緯の説明や、移転反対派が出した現在地再整備案への批判を述べました。そして強調されたのは、土壌汚染が指摘された豊洲の安全宣言が条件であること、政党間の争いの材料にしないでほしいという点でした。民主党だとか自民党だとかじゃなくて、我々が苦労している、清掃の国になると誰が苦労するって、当事者が一番苦労します。都議会では16日に業界代表者らの意見を聞く経済公安委員会が開かれます。